今日は5月の30日、田植えが6月2日目、その直前準備です。下の池、浅田が咲き広がってますね。田んぼの様子、今日はまだ雨、関西も梅雨入りのようですね。はい、この通り、稲苗小分けも終えて、田植えの準備が、整いました。アジサイが咲き始めてますよ。ガクアジサイ、ガクアジサイも咲き始めてます。下の池、浅田も今日は日が照らないんですが、それでも、花を開いています。そろそろ池岸は半化粧の季節に入ってきました。この通りですね。これが今日5月の30日、小さな自然の様子でした。